いやー先生、はい、井上真と申します。ノーミルク佐藤と申します。よろしくお願いいたします。さあということで今日はこちらの出た最終節直前のリーグ戦組と、あと終わったばかりのオランダリーグの順位表、いやーお願いします。あ、欧州もねもう次々とね、そうなんですよ、終わってますけれども、オランダ終わった、はい、はい、あの実は結構そのドイツだったりとかオランダだったりだとかポルトガルはまあ終わりまして、そして今日この動画が5月31日の夜に出てると思いますけれども、まあこれから日本では浦和広島戦の延期分の試合もありますが、今日の夜中からの EL もあるんですよ決勝。あ、そうだそうだ、ローマと、そうなんです、だこっから約1週間半ぐらいの間でヨーロッパがその EL、ECL、CL もそうだし、全部が終わっていきますので、そうですね、そういうことですね。そう、そこに向けた残りの日程と終わったばかりのオランダリーグの順位表見ていこうじゃないかという回でございます。わかりました、お願いいたします。ということでミラーカマイチやってるんですよ、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、てことでこちらと、まずはオランダ ALTV 順位表でございます。はいはいはい、こんな感じ。はい、最終節終わりまして、優勝はフェイエノールトでございました。おめでとうございます。フェイエノールトだ。はいはいはい。はい、そして2位が PSV で、なんとアヤックスが3位だったんです、ね。フェイエノールトの優勝っていうのはこれ近年あったんですか？いや、結構久しぶりな感じになります。10年ぶりぐらいとかですよね、確かね。そうですよね。はい。すげえ、おめでとうございます。で、PSV が、いや、まあ、フェイエノールトが CL、PSV が EL かな。で、アヤックスもそんな感じで、AZ が ECL って感じかな。はい、ということで、望む来年ということになりそう。赤いチームばっかりですね。確かにね。ね。A 面以外の赤いチームが1位から7位決めましたね。本当ですね。すげえわ。ね。で、あとね、すごいのは、6位じゃないですか、やっぱり、スパルタ・ロッテルダム、うん。いや、そうですね。いや、先生に言われて、僕、斎藤光輝くんのね、YouTube 見ましたよ。活躍が。見ましたか。いや、キレキレダンスでやってですね。そうなんですよ。いや、嬉しくなっちゃった、ちょっと。ねえ、めっちゃ何点も取ってる。みんな鮮やかなゴールで楽しそうにやってるね。笑顔ですからね、彼ね。ねえ。実はそのスパルタ・ロッテルダム、今回 ALTV でこのオランダリーグ1部で6位でフィニッシュしたんですが、はいはいはい、なんとスパルタ・ロッテルダム21世紀のこの23年間の中でナンバーワンの成績だったそうです。あ、そうですよね。1部のイメージがないです。僕昔しか知らないですけど。まあ1部であってもね、はい、やっぱちょっと残留争いをほとんどされてたチームなので、まあびっくりって感じだと思いますが、やっぱり、この一つの理由がやっぱ斎藤光輝の活躍じゃないかって現地でも言われていて。立てちゃったね、立てちゃったね。なんでシーズン MVP 候補の一人みたいな感じでもなんか挙げられてるよ。ってことはってことですよね。で、どうやら来年は、残るみたいです、スパルタ・ロッテルダムに。あ、でもそれもなしではないですよね。中心選手だから。要は、あの、斎藤選手は、あの、前半戦、いわゆるワールドカップまでですか、言ってしまえば。に関しては、チームに馴染む。だって、やってきたの今までベルギー2部しかやってないんですよ、ヨーロッパの。はい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 。で、日本でも思えばほぼ J2 でしかやってなかったですから。素晴らしいね。はい。そう。だからほぼちゃんとワンシーズン、一部リーグでやったのは今シーズンが初めてだったんですよ、ね。なるほど。なるほど。なので、来季は2桁狙ってって取って、みたいな感じの流れになっていくんじゃないかと思う。もうチーム内のね、競争には、こう、しっかり見せれてますから。そうですね。心置きなくじゃあ1年見せるっていうシーズンもいいかな。ですね。そしてもう、菅原貴也選手はもう言う必要もないぐらいというか、はい、リーグでも、サイドバックの成績で3ゴール8アシスト。うん、そうですよね。聞いたことないです、これね。はいはい。アレクサンダー・アーノルドぐらいしかないですからね、こんなこと。そうですよね。はい。という成績もありましたが、はい、右側見てみると、まさびっくりよ。うん。なんと、フロー人間。危ない。危ないってか、あ、ダメだ。落ちちゃった。そう、落ちちゃいました。ああ、そうですか。これ日本人選手もね、板倉さんもそうだし、みんなお世話になってる。そうなんですよ、はいはい。でも、久々の2部ということに大変なってしまいます。そうですか。はい。あとは、ファン・ウェルメスケルケン再選手が所属している、カンブール・レーバーデンに関しても残念ながら残留できなかったということで。なるほど。なんか日本人が在籍、また在籍してたチームが、ちょっと来季はってことになってしまいます。BM2 が上がっていくんですか？ちょっと、ごめんなさい。ちょっと準備してきゃよかったとかもね。いや、知ってるの言っただけですけど。いや。あ、まあ、というオランダリーグでございました。なるほど。はい、はい、はい。そして、残りの日程、こんな感じになっております。ヨーロッパ全体的なというか、日本人に関係しそうなところですけども。なんかかっこいい表ですね、これね。ありがとうございます。はいはいはい、一応、まずちょっと、あの、左側に日本人いっぱいいるんだけど、はい。一番右からちょっと行きたいと思うんですが、はい。この動画が出る日の、まあ、夜って、
ていうんですか、まあ、次の日の朝方っていうんですか、セビージャ対ローマの、ヨーロッパリーグ決勝が行われます。午前4時からでございます。はい、そうなんですよね、ローマ去年が ECL 勝ってたと思うんで、だモーリーニョは2期連続でヨーロッパのカップ戦の制覇者とか。ああ、そうか。はい。うん、で、EL 最多王者のセビージャは今回も優勝なるか。セビージャのイメージあるな。そうだよね。はい。まあ、どっちになりますかということになりますと。うんうん、そして、来週ですね、はい。来週の水曜日の夜は、ヨーロッパカンファレンスリーグの決勝で、フィオレンティーナとウエストハムがぶつかります。なるほどね。はいはいはい。で最後その週の週末ですね、来週末は、マンチェスターシティ対インテルのチャンピオンズリーグ決勝なんていうものもありますよと、はい、そういう感じになっております。いい感じで分かれてるんですね、被らないようになってるんですね。そうですね。ああ、そしてあと日本人の日程はいろいろあるんですけれども、はい、ちょっと順にご紹介していきましょう。はい、お願いします。まずは左上、ラリーガの最終節ってのが今週末に行われます。はい、セビージャ大変ですね。ヨーロッパリーグミッドウィークでやった後、最後レアルソシエダと戦わなきゃいけない。うん、もうちょっとあれじゃない、力残ってないじゃない、セビージャ。残ってないでしょうね。ね。うん。でも最後、竹がだから2桁ゴールに届くか否かってところも見るような。ちょっと行っちゃいましょう、竹さん。行っちゃっていただきたいですね、ね、ここはね。ね。はい。はい、そして、フランスも最終節ということになりますが、まあ、南の匠 VS オナユアドなんていう試合が。おはい。ありますね、うん、あとは伊東純也選手のスタッドランスはモンペリエと、あとは鈴木唯人選手と川島英二選手所属のエストラスブールはロリアンと戦うことになります、うん、あとはベルギーのプレーオフも最終節ということになりますが、はいはい、なんと日本人同士の対決になります。お、町田対本間志音、町田本間、いやー見たい、本間志音最後の最後にちょっと出てきてね、そう、一点に絡んだんですけど、オフサイドだったっていうシーン見ました。てか体めちゃめちゃ切れてるね。うわー、ほんまし読んだと思いましたな。うわー、嬉しいと思いました。嬉しいね。ね、見られるのがね。めちゃめちゃ、ロナウジーニョみたいな走り方ね。足の回転の速い。うわー、嬉しいね。ですよね。そして実はこの試合というか、これがベルギーのプレーオフも最後ということになるんですけど、はいはいはい、クラブブルージュが、はい、まあ、残念ながら今シーズンの4位がもう決まっていて、はいはい、今ね3位ヘンクが勝ち点45、うん、サンジロワーズが勝ち点46、うん、そしてアントワープが勝ち点46ということで、うん、勝ち点1差に3チームが、おお、だからざっくり言ったら、まあ、勝ちゃ優勝でしょうね、きっとね。そうだね。ざっくり言うであれば。ああ、そう、面白いね。うん。はあはあ、でも、ただね、町田幸喜選手の優勝。すごいな。すごいのよ、ここは。ちょっと、まあ、三好選手か、まあ、町田選手か、どっちかが優勝の可能性は高いんじゃないかなと思いますので、うんうん、そんなところにも皆さんがちょっとご注目いただければいいかなと思っております。わかりました。はい。はい、そして、あとはやっぱり、まあ、ベルギーというか、このプレーオフ2の方で言うんだったら、やっぱ、上田綺世選手が得点王になるかどうかですよね。うん、はい、はい。今、1の選手は2ゴール差ってのがある、それを追いつけるか追い越せるかなんてところにもご注目ください。うん、はい。はい。そして、場所をドイツにずらすと、カップ戦決勝があります。うん、ポカール決勝。うん、いやこれ楽しみ。フランクフルト対ライプツィヒ。6月4日。そうね。はい、はい、はい。去年のヨーロッパ王者のフランクフルトは、今年も今度は国内のカップ戦でタイトルなるかということですね。強いね。やっぱ強いね。うん。バイエルもドルトムといない。だからこのライプツィヒ、フランクフルト、ここはもうね、もう、両雄並び立って決勝ということで、ね。これはもうね、長谷部さん、鎌田さんが一緒に戦う最後のシーズンでしょ？そうですね。なんかね、上げてんのが見たいね、カップを。ですね。だから鎌田選手はこの試合を終えた後、うん、日本代表の戦いに行く前にイタリアを経由して、うん、メディカルチェックやってから日本に来るみたいですから。あ、そうですか。はあ、はあはあ、その前にちょっとカップ掲げていってほしいなと思いますけどね。そうですね。そうですね。はい。そしてあとドイツではもう一戦ありまして、6月2日と6日ですけれども、うんうん、シュトガルト原口選手、遠藤航選手、伊藤洋輝選手は、はいはいはい、ブンデス2部の3位チーム、うん、ハンブルガーとの、プレーオフですね。あ、そう、プレーオフだ。そう。来季負けちゃうと取られちゃう、一部の権利が。そうなんです。おわ、ハンブルガーがここにいるんだ。なるほど。そうなんだ、ね、盛り上がってるな、これハンブルガーは。これはちょっとね。いやー、えぎいなー。これ見れるのかな、見れるよね、多分ね。見れると思いますからね。一発勝負でしょ。じゃあ、6月2日と6日に変わる。ああ、そうですか。
そう。おえぎ。えぐいよね。こんな勝負もありますから、皆さんご注目ください。これは大集中だね、これは。そうですね。はい、あと上にもオーストリアの一部、二部の最終節もあるんですが、はい、あと気になるのは下ですね。セルティックのカップ戦、セルティック最後のカップ戦ですね。全員インバーネスでやるわけですね。まあそうだね、セルティックのメンバーだからね。そうですね。実はこのカップ戦、ちょっと特殊というか、はい、まあ、あの、天皇杯みたいなやつなんですよ、まさか。ああ、インバーネスって一部じゃないじゃん、ひょっとして。二部です。ねえ、聞いたことないもん。そう。だから、甲府マリノスみたいな感じですね、この間のスーパーカップの。これは面白い、盛り上がってるでしょうね。だけど、だからこそ、セルティックは負けるわけにはいかないんですよ。確かに、確かに。こんなシーズンにね、最後、カップ戦で二部に敗れるわけにはいかないでしょ。いかないですから、やっぱ、フルハス選手たちも活躍がやっぱり重要ということになってくると思います。そうですね。はい。面白いですね。っていう、ヨーロッパのね、各種リーグカップの最終章というところでございました。町田選手、町田浩樹選手はシーズン通して三十ラウンドで出てたんですか？だから序盤戦の怪我とかがあったんですよね。はい、あ、そうですよね。うん、だから今まで出てる？まあちょこちょこな感じではあるんですけど。優勝に絡んだりしたらこれステップアップとかみたいなことなんないのかしら。まあ、でもね、うん、あの今シーズンがあれですよ、あの鹿島からのレンタルからの買取オプションにこう変わったばっかりなので。なるほど。来季のサンジロバーズは確定だと思いますから。ああ、そういうもんですか。なるほど、わかりました。はい。来季はそれこそ完全なるレギュラー取ってほしいなと思いますね。地面にサンジロバーズも EL ベスト8入ってるって知ってました？いや、そうなのよ。すごいチームだから。ベルギー2部から上がってきたんでしょ。三笘くんが入った年に、ね。すごいですね。すごいドラマですね。さすがです。ということでございました。はい、ありがとうございました。ということで、またお伝えしてまいりましょうということで、毎日やってます、ウィルワカです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、井上真理でした。直美里でした。また。